はい。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。久しぶりに、ヴァンパイアサバイバーズ、やっていこうと思います。ライブ配信始めていきたいと思います。今回は多分、DLC を、プレイすることになるかと思います。ぜひ楽しんでいってください。いつも通り、Twitch で配信しております。少しお待ちください。ではやっていきましょう。いくつか、多分 DLC 買ったんで、それでプレイできるかと思うんですが、なんかキャラも増えましたね、いろいろ。こんなキャラ多くなったっけ？まあ、無料ディ、えっと、アップデート分で、まずキャラを選んでからスタートだ。エネロープ？なんだこいつ？やっていくか。まあ、コイン貯めればキャラも解放されるはずだからな。いや、違うわ。コイン貯めるんじゃなくて、解放してあげないといけないんだ。その面で。こっち、4分か開始してから。前回のプレイが2023年、昨年の10月だったんで、結構、もう、何年ぶりだ？と。なんかいろいろあるな。フォスカリッコとかは、この辺スペシャルだからな。なんだこれ。意外地帯っていうのをプレイしたいと思いますが、あと、音楽も選べるんですね、こう。まあ、死んで覚えるのみですね。
ってる、買ってる DLC って何があるのかわからないのかな。なんかすごいな、 DLC でもいろいろあって、そのうちの DLC6 つある中で4つ買ってるんだな。コントラとか買ってないけど、コントラとかある、サンドトラックなんかもあるんだな。待ってくださいね。まあ後にするか。それしないとね。じゃあ意外地帯をプレイします。エレノールで意外地帯。あれ？これ手動で動かすんだ。あ、でもないか。うん。杖でもいいし、聖書かな。猫か。リロール。潜水がいいのかな。ティアラ。ガイドの魔導商品。違う。そうなんだよな、カステラみたいなの取らないといけないんだよな。何これ、スペルストリング？ん？取ってみよう。でもスペルストリングってまだ取ったことないから、何で進化できるのかわからんな。聖書。いろいろあるけど大したもんないな。下へ行ってみよう。まずは下に行き気味で、お、ちょっと待った、なんかおかしい、画面が変わってない、やばい、嘘でしょ、画面変わってないやん、なんで。あ、ウィンドウキャプチャーがダメなんだ多分。
行きましょう。下に行きつながら基本あ、ナイフ。あ、でも拳銃ですよね。音楽がいいよな、なんかフュージョンっぽくって。赤いやつがいるの。お、なんだほら、えいと、えいと、えいと。ちょっと減っちゃった。あ、止まってるってやつや。まあ、スペルストリングです。開けてみよう。これ三ついるからな。アイテムが。ニンニクと何かがっていうのはまだ拾ってないのか。あ、おらおら。ん？なんだこれ。あ、新しいやつだ。あ、これ1個使っちゃうんだ。で、これで2つで、あと、なんか四角形のやつを拾えばいいんだ。なんか、こいつはなんだ？ああ、あれだ。進化するやつだ。どっちがいいんだろう。どっちがいいんだろう。選手ですね。お金も持ち持つ。動かないのは基地。あ、おらおら。うわ、わからん。リロール。エイト。ちなみに、なんかようわからんものが、パワーアップの要素になる。
クエスチョンまでは結構遠いな。あ、ペンタグラムだ。ペンタ君。買いませんけどね。おら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 、あんまり拾えなかった。体当たりしていったけど、斜め下あたりか。あまり減らないな。聖なる風、難しい。スキップ、おかしいな。時止めとかなんか解放した気がするんだけど、解放されてないんだ、まだ。行ってみるだけ行ってみるか。ほら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 、ダメだ。あんまり拾えない。これ王冠だ。王冠じゃないや。あと一つだからな、通常枠は。王冠じゃないよな。あ、なんか来た。あ、これで3つ揃って進化ができる。クエスチョンがまだ左になんか違うクエ、あ、死にそう、死にそう。死にそうだよ。死にそうだ。結構危ない。一旦離れて、自然回復するから、機能回復するんで。危ない。毎回復してくれない。毎回復しないな。自動回復言うけど、だんだん溜まっていきます。なんか獅子みたいなやつがいる。
えいと、えいと。だいぶ回復はした。こいつ進化するやつだ。おお、大進化。いいですね。あ、しかも5つだ。素晴らしい。お、風魔の書をゲット。溶けていきます。お、聖書がもうちょっとですね。枠が完全に埋まっちゃってるんだよな。エイトがある。あ、そうや、カステラみたいなの拾わなあかんねや。すごいな。でも、なんか、吸い寄せのやつってないのかな。あ、なんか火力上がってきてる。クールダウンが。エイトはいいんだけど、カステラがまだ手に入ってないんだな。これで、リーチはかかったが。あ、なんか、やばい。やばいやばい。なんか、さらに悪魔がいる。気が早い。クエスチョンは右下ですね。早いなぁ、あの悪魔。右下か。あれ？進化だ。これで、枠が一つ空いてない、開かないのか。なんだろう、これは。スキップ。おっと？ほい。何これ。レベル上がってるような経験値が得られないわけじゃない。何を得たんだ今。わからん。違う、枠が出ちゃってるし。なんか右上に、左上になんかあるぞ。なんだあれ。
成長はい、お待たせいたしました。では再開します。なんだろうこれ。あ、アカデミーバッジ。このアカデミーバッジっていうのは何者なんだ？サブアイテムだ、アカデミーバッジは。ただ、アカデミーバッジが何者かはまだわからない。
クエスチョンは右にあるな。次のクエスチョンは。クエスチョンは右にあります。副車だ。これはもう副車だろう、文句なしに。行くだけ行ってみましょう。仮に今回死んだとしても次回以降アイテムに出てくるので、戦略的に消極的に行くよりは積極的に行った方がいいです。結構距離あるな。なんかな、あのクエスチョンマーク移動してない、避けていくね。スペルストライク、なかなか死なない。その通り。OK。スペルストリームがレベルアップ4ですね。もうちょっとだ。行ってみよう。副車だね。他時間が伸びるのもいいけど。あ、なんか、テセランパサランがいる。当ててみよう。他がニュー。でも段数が1増加。アカネイワッチは、あ、ティアギス来た。こっちだ。これで進化の道が逃げていくぞ。なかなか硬いな、この。でもこれをやるしかないっていう状況だ。ごめんな。銃が進化です。あ、これで1個、枠が空きましたね。なんか脳みたいなのもやった方がいいか。脳でもいいし、雷もでもいい。
かでかくなってる。あ、そうだ、でかくなるんだこいつ。逃げるんかこいつ。回り込ませる。あ、どんどんあの吸収していくんだこうね、テセランパサランって。あ、分解した。そしてなんだこれ、モルベインの禁じられた巻物。これは何でしょうね。常時メインメニューから呪文、シークレットリストにアクセスできるようになるって書いてます。え、どういう意味だ？負荷サイズが1回減少ですね。まあでもキラギスでいいや。呪われたアイテムはいらん。ちなみに、なるほどね。もう気がつけば17分経過してんだ。ろうそく拾ってもいいかもしれないな。なんかある。さあ、S もスペルストリームっていうのが、得意点を超えるごとに強さが増す。
大丈夫だよな。これで3つですね、枠が。ノート、雷があればいい。強いな。これ左を向いてる方が強力なったんだ。まあ、か。レベルはまだ49ですね。どんどんかけていきます。あとか、難しいな。これってアカデミーバッジってなんか進化できるんかな、ひょっとして。わからん。アカデミーバッジは何も持ってない。でもアカデミーバッジってサブ兵器だから、なんだ、すごい爆発が見られた。あと2回か。あれ？ない。あるんだ。もう一つ鞭をゲットすることで、ノーマル鞭をゲットすることで進化できます。じゃない。どうしよう。これでまだクリアしてないからな。ちょっとクリアも視野に入れて、方は クールダウンの劣化する。それだけ弾数っていうか上がりますからね。すごい爆発力だ。うん。ノーマル打ちがなかなか手に入らない。おう、脳が来た。夜の召喚が先に手に入った。
魔法の杖がゲットさした。ん、なんか下にあると思ったら青いやつがいる。あれ、復活復活、上に行こう。いけんのかも。もしくは何らか別の方法を取ればいける可能性はある。なんか深追いするのは危険やぞ。あ、開いた。そういうことだ。だった。これは嫌だ。どんどん上げていくと弾速が上がるか、基本的には。アイテム変えるんで、変えるとこまでちょっと戻っていくか。あと指輪が2つあるやつがあって、それ研ぐとなんか上行こう。簡単に溶けていくな。ちょっとだ。もうちょっとでし、あ、悪の勝利になる。ん？どこにいるんだ？そう、見にくい。弾幕があるから見えないのは。あ、なんか、進化するやつがいる。
た。ん？あ、売り切れだって。でも。あ、そんだけは話した。でも金銀両方取っても間に合わないしな。健太くんと。移動速度速いんやな、このキャラ。あ、魔法の杖を。クリアになった。痛い痛い痛い、ボスクラスのやつ。ね、ろうそくは、おーのーだな。なんだこれ、変なのー。やまびこの夜。まだまだ距離があるから甘くはないな。あ、でもろうそくしか手に入らないな。そんな意味はないな。なんと思う。ちょっと急いで行ってるけど。全然近づく気配がない。ようやく近づいてきた。つい
でね、レベルアップができるかどうかは怪しいな、ちょっと。え、でも。これで杖のレベルアップ。オッケー。魔法の杖、聖なる杖か。あと2分か。あ、でも本当に溶かしちゃってるから余裕なんだよな。誰だこいつ。ゲット。あと1分。時間、まあどっちでもいい。ろうそくかな。いつ倒せるか。あと40秒。赤ばっかりだ。弾速がアップしただけか。あ、B の指輪って結構上がるんだ。あと20秒。今回は5種類進化できましたね。オッケー。ん？お金でしょうね。ダメだな。全然ダメですね。まだいける。まだ復活できんだ。これで終わりか？終わりですね。3つなんか解放されてる。まあ、呪い以外は全部。解放されてんで、アンロックは、あれか。なので、1回目のクエスト終了です。ちょっと、2分ほどお待ちください。
はい、お待たせいたしました。では、再開いたします。これって新キャラクターって解放されたのかな？このメイヤっていうマルトっていうのを使ってみます。確か、新キャラ、これ新キャラクターだし、剣の進化もできるんだろうな。さあ、麺は何にするか。ん？このユーダイモニアってなんだ？一番上にあるか、気がつかんかった。行ってみましょう、ユーダイモニア。音楽もチェンジです。いきます。フォーセイクン。行ってみましょう。このユーダイモニアで。指ぶれはない。え、何これ。あ、なんかいろいろある。ムチみたいなやつだ。何何時は苦闘したか、関東に。え、何何何何があったんだ。うわ、裏返った。なんだ、なんだ、なんだ。ハードバージョンっていうのが遊べるみたいな。ちなみに強化でできません。なので、コレクションはいろいろゲットした。なんだこのページ。あ、説明ですね。なんか、発見済みがまだまだない。もう一回マルトでやってみましょう。あ、消えたな。何これ。ちょっとボスラッシュっていうのやってみる。あ、まあ、一回無理でもやってみよう。これって、アルカナだけ OK で、反転はしない。なんだこれ。なんか闘技場みたいなとこに。生かされてる。
取ってないものを取った方がいいが、そんなものはない。下にもなんかあるな。珍味はないな、この面。アイテムに珍味はない。え、今どこにある？切られないんか。え？ああ、よかったよかった。春夏秋冬は何を？ろうそくか。やばい、カメキリがやってきた。されてるんや。なんだこれ。これね、骨。はい、これ超チャレンジ枠なんだろうな。あ、全部アイテム使っちゃってるやん、これ。じゃなくて飛車の輪をゲット。ちなみに鎧か。
春夏秋冬ですね。これなんだっけ。いや、これは敵が現れるやつだ。ん？鎧。鎧、あとろうそくだな。ろうそく？花束とかあるけど、花束はわからん。何を呼ぶ？花束とかまだ何もないんだよな。要求されるものってろうそくのみか。今消えた。炎だ。炎だ。刀だ。ろうそくゲット。なんだ？危ない。なんか狼みたいなのに来た。結構こうも来た。アルカナだ。おー、レベル6まで来てました。またなんか来た。あ、危ない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 。あ、ちょっとなんで突っ込んじゃったんだ。あれに、あの、気を取られてしまったな。なにこれ。カニカニ。アイユラブ、アイユラブ。
破りました。今度は鬼だ。鶴だ。逃げよう。ちょっと火力不足が深刻だ。レベル15です。まだまだレベル不足深刻です。なんかこのモノゴルみたいなやつか。なかなか上がらん。あ、これレベル上がらなくなってるや。オッケー。通過していってる。なんでなんで。ゲット。見えにくい。長い。いや無理だわこれ。無理だわ。死ぬ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 。そう、通過していった。しかしまだ復活できる。今度は縦の攻撃が待っている。いやーね。嘘でしょ。どうなってんだ。わからん。ロボが襲ってくる。え、なにこれ。こんなん無理やろ。反対に行こう。
んなの無理です。無理やろ、無理やろ、そんなの。回復したが。いや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 、無理やろ、そんなの。何これ、15分制限？そっか、レベルが上がらなくなってるから。なんでレベル上がらなくなったんだ？死んだー。ボスラッツでアトラスゲートを獲得できた。エスキーチプールを進化した。ちょっともう一回チャレンジしましょう。行ってみよう。あ、なんかアドベンチャーとか書いてあがる。ニンニクパラダイスってアドベンチャーをやってみるか。ニンニクパラダイスをプレイします。進行状況0の14。ガーリックパラダイス。あ、なんか、ニンニクキャラしか使えないのか？これ。が、懐かしの。まあ、やってやろうじゃない。やってやるって。ってことで、行ってみましょう。ん？ちょっと待った。キャスターと、ポーで、協力プレイに参加とかあるんだ、さらに。ノーマルで行ってみよう。古き狂乱の森。行ってみましょう。懐かしい音楽だ。あ、
一回終了してもう一回やり直し。あ、やり直しやり直し。現在はキャラクター界わ、これ本当に初期に戻ったやん。しばらくはニンニクを強化していきましょう。え、ちなみに魔導書は嘘だろ、ハトぐらいしかない、ニンニク以外には。純白の鳩。え、オーブってなんだっけ？ニンニクとオーブだったような気もするが。わからん。でも何かにオーブがあるはずだ。ろうそくが、ろうそくは王のか。一気に死んだ。回復し、回復しない。
お、死ぬ。自動回復しないんだこれ。初期のキャラクターかやり直しか。ああやばい。よしよしよしよこいつは30秒だから復活するまで待つ、証明するまで待つ。無理だったら脱出するけど多分そんな必要はないと思う。攻撃力が出ている。死んだ。あー最初からやり直しか。攻撃力だなやっぱり。で当然これは回収できないのか。段数か。段数ってこれ。え？これ強化解除。1個。発射段数は嫌をなく。あ、ダメだ。足りない。ってことは何かが欲しい。復活かな？最大ヒットポイントか。最大ヒットポイントかな？いや、これで
弾速上げて、回収範囲かな、最初は。これでいきましょう。で、もちろんポーでプレイです。なんか懐かしさが復活してくる感じだよな。もう一回やってみましょう。お金がないんだよね。猫はやばい。で、もし肉だったらデポしたいが、なんかできなさそう。まずは聖書が欲しい。なんとしても、無理か。ハト、で、何かがわからない。まだ。確か引き寄せだったと思うんだけどな、ニンニクって。ってなんだっけ。まあいいや。ろうそくは、おうのうだ。で、白紙は、杖、魔法の杖。
妖精ゲット。おっと、おお、大爆発。引き寄せが。すごい引き寄せてんな。よしよしよし、白のハト、白ハトを手に入れた。猫は違う。学術書かな。ね、杖が良いね。杖を確保した方が良い。ろうそくしかないかな。ろうそくは青のですよね。要はない。結構ダメージが大きいから気をつけないとな。黒いハトがゲット。引っかかるな。あ、いや、油断は禁物。
あ、やばいやばい、死ぬ。ストップ。あの次やれば進化できるから、これはやろう。ゲット。吹き止めをゲットしろと。押されて押さえてる。鳩か。ってことは、これ、両鳩はフルに上げないとダメなんだ。11分の壁がやってきた。どっちがいいな。どっちでもいい。おお、ゲーミングハト。油断してしまった。荒々しい覚醒をアンロック。アドベンチャー終了できるんだ。まあ、とはいえ、キャラの強化をします。
回収範囲は、といて、どうすりゃいいんだ？今632ですね。攻撃は最大の防御だからな。弾速。まだいける。攻撃範囲。クールダウン。あ、いや、ダメだ。お金が足りないんだ。ダメだ。買えない。運もダメ。スラサギリ変える。じゃ、これで行きましょう。もう、一回だけいらせてほしい。ということで。あ、そうだ、これ、あ、ダメだ。無知を見つけるっていうのが条件なのか。あ、なんだこれ、荒々しいやつがやってきた。なんか一番下になんかあるな。何でしょう？爆発。ゲーミングハートは解放されてる。ハトか、まあ、でも、ハト至らず別の道をたどっていこう。結局ハトか。どんだけハト好きやねん。おう、ノーでいきます。ろうそく。まあ、炎をゲットしないとあんまり意味がないんだよな。何これ、なんでアイテムゲットできないんだ。ゲットできるよな。お、ちなみにニンニクは、よくわからないけどだ。
ニンニクってなんだっけ、翼だっけ、翼もないんだよな、翼は怪しいな、ちょっと全然昔のことだから覚えてない。以外の武器が出てこないんだ。なんか拾わないと手に入らない。危ない。やっぱ簡単に触れちゃってる。全然ない。猫が、猫はある、いるんだ。ああ、ろうそく。猫はちょっと、リスクが高すぎるよな。何もない、わからんだよな。やっぱり言ってるうちに死にそうになってんだな。当たっちゃってるやん。
こう進化させないと次の武器出てこないんじゃないかな。そしたら目的ってなんだ、月桂樹の可能性もあるから、ようやくニンニク進化。やってる。これ2回目だな。じゃあ突破。
ダメじゃん、ハトが。ってことは、ニンニクは別のキャラクター、決定樹とかなんだろうな。そして、オソセッターが、月桂樹を選択です。ん？月桂樹なんで武器になってんだ。アルカナがある。結構解くつもりやったのに。
これでゲーミング派とか。ボスキャラか。もう行こう。行ってみよう。どうもな猫。あかん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 。まあ、厳しい。お金がないんだ。ということで。ん？ニンニクはわからんって書いてるな。まだわからんだ。ちなみに猫はなんかよくわからんキャラが。とりあえず、終了しましょう。アドベンチャーでアンロックってできないのか？荒々しい覚醒。無知を見つけろとかいろいろあるんだな。だから斧、でも斧はここにはないんだ。あとなんだこれ。あ、6は変わらずか。
まあ、ということで、ここで終わります。見ていただいてありがとうございました。よろしければ、Twitch のアカウントフォローをお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー please。この動画のアーカイブ2日後、21日、21日頃にプレミア公開予定です。YouTube のチャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。This live archive my YouTube チャンネルプレミアライブ2 days after。my YouTube チャンネル、チャンネル、サブスクライブド&グッドボタン、プリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントフォロー、リポスト、いいねをお願いいたします。This live archive my YouTube チャンネルプレミアライブ、Twitter X my account please follow and repost and good button please。 久しぶりにヴァンパイアサバイバーズやっていきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。白。あの、何？耐水器 DO ネコール耳が入る。